はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本をご紹介してきましたが、普段はまはビジネス書とか英語学習についての本また心理学についての本なんかをご紹介することが多いです。もしよろしければチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。 またこの動画の説明欄にも、えー、リンクが貼ってありますのでよければお使いください。で今日ご紹介する本は、まあ、英語学習のジャンルから、TOEIC、え、L&R、ー、R、テスト、えー、デルタン、特急、金のフレーズというタイトルの本をご紹介しようと思います。でまあ、あのこの本はですね、あのー、もうタイトル見てお分かりかと思うんですけれども、 まあ、トーイックというあの、まあ、英語のテスト、まあ、非常に有名なテストなんですけど、まあ、トーイックの、えーまあ、リスニングとリーディング対策として、えーまあ、あの品質単語をまとめた単語帳になります。で、えーとまあ、内容はですね想定のトーイックのレベルが、まあ、500点以上の方ということで、えーとまあ、前半どれぐらいかな30%ぐらいが、えー、と500点から600点ぐらいを目指すような方向けの単語が、えー、載ってると。 で、えー、とその後、まあ七730点レベルということでまた、えー、20%ぐらいですかね乗っていてその後八860レベルっていうのとあと990かなもう満点狙いの人向けの、えー、単語っていうのが、まあ、紹介されているという感じですで、えーとまあ、率直に言うとですねあのすごく特徴があるというわけではなくて、えーとまあ、左側にですね、えー、とページの左半分に 例えばこのページで言うと出張経費と書いてあってトラベルでその経費の部分がえと赤字で抜,け抜かれてるんですけどえとまあ特徴といえばあの頭文字が1文字えとヒントとして書いてあるぐらいですかねでここの「いい」から始まるその経費っていう単語は何ですかっていうクイズになっていてえとエクスペンスかな。 うん、そうですね。で、エクスペンスという単語が、えー、と右側のページに書いてあると。で、まあ、あの非常にコンパクトに、まあ、その関連語とか類語とか、まあそういうものがご紹介されているという内容です。で、えっ、ー、と、まあ、あの、チェックした単語、あの、覚えた単語はチェックするような欄も作ってあって、まあ、あのガシガシあのやっていくのにはいいんじゃないかなと思います。あんまり難しいことを考えずにですね、えー、まあ、どん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 こう単語を あの覚えていいいいいいきたいとという人にはいいかと思いますでこの頭文字の一文字書いてあるっていうのをまあ、どういうふうにあの考えるかっていうところはあるんですけれども、えー、まあ個人的にはですねあの思い出すののヒントにもちろんなりますしあのテンポが上がるんで、まあ、バン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 こうやって進んでいきたいっていうあのちょっとこう何て言うのかな気が乗らないんだけど英語学習をしたいなっていう時は結構このヒントがあの思い出すのに助けになってリズム感が出て 出ていいいなという,ふうに感じますすででその他ですね一部、イディオムなんかもちょっとあったような気がするんですけれども、あんまりあのボリュームとしては多くなくて、まあ、基本的にはもうこうこ淡々とその各レベルに応じた単語がだーっと紹介されているというような内容でした。はいなのであのであ特別 何かすごく特徴がある単語帳というわけでないんですけれども強いて言えばリズム感という部分でテンポよく学習できるということと一つの単語に対してそんなにページ数というかスペースが割かれてないんで結構コンパクトにまとまってるのかなというような印象でした他の本と合わせて私も継続して英語学習をやっていこうと思ってますがその中でたまに引っ張り出してきて使ってる本になります はい。今日は以上になります。えー、まあ、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。失礼します。